フジテレビとか、うん、全部受かんなって思って、めちゃめちゃ失敗したよ。30社ぐらい受けて1個も受かんなかったんじゃない？すごくない？そのエピソード盛り大会じゃねえのかって気づいたり、うん、どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということですね、今回は箕輪さんに今まで人生で失敗したことをちょっといろいろお聞きしたいなと思ってます。就活っていうところをテーマにお聞きしたいんですけど、就活一回失敗してると思うんですよ、うん、めちゃめちゃ失敗したよ。30社ぐらい受けて1個も受かんなかったんじゃない？すごくない？受けたってのは面接まで行ってってことですか？わかんないけど、ES で落ちたのも多々あるよね。なんで落ちるんですか、それは。俺本当に根本的に間違ってて、嘘ついてたね、うん、要は舐めてたんだよね。4年間遊び続けて、で自分が一番面白いと思ってたし、うん、で OB 訪問とかもなんでおっさんの話聞かなきゃいけねえんだよみたいな、説明会も社に構えてるやついいんじゃん、はい、私服で行くみたいな、はい、そういうキャラで想像できるでしょ。で就活っていうものの本質に向き合わずに、うん、まず自己分析本とか就活マニュアル本を買うじゃん、うん、でその瞬間、あ、余裕って思ったの。なんかこう書いたんじゃん、例文みたいな、はい、何々で努力してこれを達成し何々力を身につけました、御社で何々のように生かしますみたいな、うん、あ、このパターンねって思って、で俺文章書くの上手かったから、うん、で喋るのもそこそこできたから、うん、あ、もう余裕、うん、てか電通とか、うん、フジテレビとか、うん、全部受かんなって思って、このフォーマットに乗っ取ればすごいなで ES とか書いて、でも ES でも結構落ちたし、うん、面接大体1次面接か2次面接で落ちたね。へえ、それはもう一貫して嘘ついてたからってことと、舐めてたからっていうところですか？だと思う、うん、今思うと本当に落ちるだろうなって思うけど、その時はなんで落ちるのか本当に分かんなかった、うん、それで落ち込んだりはしなかったんですか？めちゃめちゃ落ち込んだ気がする、今思うと、うんうん、自信なくなるよね。もう人格を指定されたみたいな感じしますよね。当時はそうだった気がする。最初イケイケな、なんか勝ち気だったけど、途中から落ちるに決まってるっていう感じになってった気がする、うんじゃあそこから自分自身を見直して戦い方を変えたみたいな感じなんですか？2年目はみんな社会人になっちゃって、はい、別に周りと比べずに自分の興味関心のまんまできるようになって、うん、そしたら、あ、自己分析って本当はこういうことなんだみたいな、うん、もっと本質的なことなんだとか、うん、その取り繕うことじゃないんだっていうのを気づいたり、うん、それこそ学級感とかあるじゃん、うん、自己分析のあの説明会とか、あの授業みたいに行って感銘を受けて、うんうん、あ、そういうことみたいな、うん、そのエピソード盛り大会じゃねえのかって気づいたり、うん、盛るより掘るみたいによく言うけど、はい、なんかそういうのもそんな時思った気がする、ね、あ、掘るんだなみたいな。そしたらなんかベローチェとか行ってさ、ずっと自分のこと書いたりさ、うん、あ、電通ってこういうビジネスなんだとか、その時だから初めてビジネスの構造をやんわりと理解したみたいな、うんうんうん、だからさ、テレビ局とかもさ、1年目とかさ、 TBS のエントリーシートだったらさ、うん、当時 TBS がドリームって格闘技を放送してたんだけど、うん、俺格闘技マニアだったから、めちゃめちゃその放送の仕方がクソだなって思ったの、うん、いや本当に強い選手はちょっとしか出さないで、うん、テレビ受けする選手はめっちゃ出してると、そんな今思って当たり前じゃん、ビジネスなんだから、うんうん、なのにその文句ずっと書いてたのエントリーシートに、うん、大人社会とか企業に対して敵対心があったんだろうね。だから1年間社に構え続けてひねくり続けたけど、うん、全部落ちて友達もいなくなって、そこで反省したわけじゃなくて、普通に社会に出るってことを前提に考えた時に、いろいろ研究して、いやまあそりゃそうだよね、テレビって視聴率取って CM からお金もらってっていうんだったらそうしなきゃいけないよなとかって、当たり前のことを学んで、でもこの当たり前のことって今でもサラリーマンとかで気づいてない人いっぱいいると思うんだけど、ビジネスをちゃんと勉強したし、自分をちゃんと深掘りした、うんうん、でこれで全くさ、自分の能力は1ミリも変わってないのに、うん、2年目は1年目落ちた企業とか大体軒並み本当に最終の直前とかまで行って、フジテレビとかさ、集英社とかさ落ちちゃったけど、集英社は確実に最終面接まで行ったし、うん、フジはもう健康診断ぐらいまで行ってたから、うん、なんで落ちたんですかね。なんで落ちたんだろうね、うん、でもなんかそんぐらいまで行ったし、はい、あと他場社ってまあそこそこ倍率ある出版社にも受かったし、全然ガラッと内容が変わったんだよね。本質的には何も変わってないけど、伝え方とか考え方がちょっと変わったっていう、ね、就活ってものに対しての考え方は変わったよね、うん。
今の話聞くと、今の就活生もなんかみんなと同じようにとかする必要は全くないなとは思いますね。そう、逆に言うと型を知って型にとらわれなくなったって感じ。あ、最初は型を知らず型にとらわれてたの。本当の就活っていう本質を知らずに、うん、ちゃんとスーツ着てネクタイはこうで、うん、でフォーマット通り喋るみたいな、うん、いわゆる型にはまった就活をやってたの、はい、で軒並み落ちて、で2回目とかこれで落ちたら無理だって思うようにしたんだよね、うんうん、要は自分を深掘ってその企業のビジネスモデルをちゃんと理解して、うん、僕は入ったらこれをやりたいって伝えて、うん、落ちたらもう無理だって思ったから、うん、大学時代何していましたかっつっても、その1回目は全く頑張ってないのにフットサルサークルで練習に明け暮れみたいなこと言ってたんだけど、2回目はいやずっと本当酒しか飲んでませんでしたみたいなこと言ったら全然通るようになった、うんうんうん、逆に採用担当の立場から見ても、うん、2年目の井上さんの方が取りたいって思いますけどね。そうだと思う。あとさ、採用する側ってさ、手に取るようにさ、その子のさ心の動きとか動揺とかさ、ちょっとした嘘とかわかんじゃん、うん、こっちは落ち着いてるしさ、うん、あっちはもう一生に一度の勝負みたいに思ってるから、うん、そこでさ小手先のこと言ってももうめちゃめちゃ分かっちゃうんだよね、うん、いや嘘だろお前みたいな、お前のその顔とこの経歴で絶対頑張ってないだろみたいな。分かる、確かに。でその時点でもうないしってなっちゃうんだよね、うん、でも本当のこと言う時点で初めて土俵に立つじゃん、うん、それで取る取らないは置いといて、だから富士とか集英社最後落ちたのは、いや本当のこと言ってるから最後まで言ったんだけど、本当のこと全員言ってる中で言うとさすがに何もやってないって真っ当に落ちた。要はさ、富士とか集英社は確実に明るい枠で、明るい枠って絶対いるのよ富士とか集英社に、うん、いやバラエティ担当とか週刊誌担当とか、うん、とにかく元気でポジティブで挫折に強いみたいな、うんうん、でもそういうやつと並べた時にこっちは国体出てたり、うん、こっちはなんかイベントサークルで何百人動かしてたりで、ただ飲んでただけって言って、さすがに正直かもしれないけど、そのレベルの企業になると落ちるんだよ。でも双葉社レベルだと正直でいけんだよね。本質っすねそれ。ってことで今回箕輪さんの就活に関するしくじり談を聞いたんですけど、はい、今度はぜひ人生のしくじりもお聞きしていただきたいかなと思います。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございます。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。